グリーン周りからの、アプローチですね。で、まあ、要は球を上げたりとかではなくてランニング系で、自分がどのぐらいの比率で転がっていくのか、どのぐらいのキャリーで飛んで、どのぐらいのランがあってっていう比率が、これが結構わからない方が結構多いと思いますんで、今回はですね、48度のウェッジ、それから54度、それから62度のウェッジの3本を使って検証してみたいと思います。比率がどのぐらい、どれぐらいなのか。で、ここからちょうどピンまでが19ヤードぐらいなんで、ちょうどまあ比率的には分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、あくまでもボールポジションっていうのは、同じ位置にしておきます。つまり、いわゆる手元の位置とのハンドファーストの比率っていうのは、同じってことですね。その、比率で、順番に打っていきたいと思います。まずはじゃあ48度からいきましょう。48度で、2、3、4、5、5ヤードの地点にクイック、5ヤードの地点にティーを刺します。で、48度、あ、48ですね48度 でボールの位置は全ての3つのクラブ同じにします。今ちょうどあの 5ヤードのところですね、のところにティーを刺したところにちょうどキャリーで落ちました。そうすると、約、そのまあ、いわゆる3倍ですよねぐらいの、距離が転がっていく、ちょうど、まあ、19ヤード、まあですね、のところに、トータルでいったと。で、次は54度、ちなみにちょっとここ、若干下ってます。グリーン面が下っております。ボールポジションは一緒、真ん中に置いて、ちょっと嬉しかったです。とりあえず今ので5ヤードとちょうど10ヤードの間ぐらいのところにキャリーで落ちて、そこからちょうどまあぴったりアップしたという感じですね。だから7ヤード、キャリーで12ヤード、ランということですね。はい、そして次は、最近あのずっと60度だったんですけど、最近62度というクラブを、ロフトですね、ロフト62度というのを使っています。で、ボール位置一緒で、分かったけど、まあ、やっぱりこうキャリーで10ヤードぐらいを打っていって、7ヤードぐらいかな、弱ぐらいの、ランだということですね。だからやっぱこういう時は、62度で打つとかなりストロークを大きくして、打っていかなければいけないので、リスクもちょっとあると。で、逆に、ロフトの立ったクラブで、ランニング系で打っていった方が、まあ、寄りやすいで、当たる確率も高くなる、まあ、リスクがないということですよね。まあ、こういう場合はできるだけロフトを立たしたクラブで、打っていく、そしてストロークを小さくさせて足を使って寄せた方が僕は寄せやすいかなと思います。ぜひこの比率をね、参考に、皆さん、試してみてください。